こんばんは、日常演武です。本日は業務スーパーで見つけたですね、クリスピーココナッツロールというお菓子3種類を食べたいと思います。コーヒー味、私の大好きなバナナ味、オリジナルとぼやいてな、ぼやけるな、くださいね。と、私どれも気になる味が勢ぞろいしています。どんな商品、どんな味なのかな、気になりますので、まずは全てのオリジナルから食べていきたいと思います。見た目はクリスピールというだけあって、ルマンドのようなのじゃないか、何か他で見たことあるような形なんですけど、ま、形はともかく味は食べてみないとわかりませんからね。ではいただきます。ごちそうさまでした。まず3種類ともココナッツで作られた生地はどれもサクッとした軽い食当たりと、食当たりというか口当たり、食感になって、食当たりってまずいだろ、口当たりと心地よい音が響いてきて、そんな本当に音通りサクサクと食べ進めることができました。クリスオリジナルはココナッツの甘さが噛んだ瞬間にふわっと広がってきました。一方同じ甘さでもバナナはまったりとした優しめで包み込んでくれるような甘さに仕上がっています。残るコーヒーはほんのり苦めで少し大人の味わいですね。どれも美味しくて好みによって食べ分けるのがいいとは思うのですが、自分はやっぱりバナナのまろやかで優しい包んでもらってくれるような甘さが大好きなので、代表とし5点とさせていただきます。それではごぞことし木を育てるので雨降りや水を恵んでほしいということなのでしょうね。というわけで本日は業務スーパーのクリスピーココナッツロール3種を食べてみた動画でしたが、あなたはどの味が一番気になりました？ぜひ食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武